皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のリコです。ただいま、6月18日土曜日の13時50分となっております。あと10分で b ファー s t のファーストワンマンツアーの到落発表を迎えます。本当に今緊張してまして、すごいなんかもう手、手汗がすごくて、心臓もバクバク言ってて喋るとちょっと息が切れちゃうような状況なんですけれども、 あの皆さんと一緒にですね私のチケットが当選してるのかどうかっていうのをちょっと見てみたいなと思って今日は撮影しています。でまずどの日に申し込んだかっていうことなんですが私は東京会場が一番最寄りなので東京の4公演全てに申し込みをしてみました。 12月5日月曜日12月6日火曜日1月7日土曜日1月8日日曜日の4公演で第第がが S 席、第二希望が A 席 A といいう申しし込みをしています。ちょっとこれあの欲張っちゃったかなと思っていて S 席当たる確率かなり低いと思うのでもう第1希望 A 席にすればよかったかなってちょっと後で後悔したんですけど。 まあやっぱりできれば近くで見たいっていう欲がどうしてもあったので S 席第一規模第二規模 A 席第第 A ってていいう申しし込みをしていますであの私今までライブに当たったことがないないっていうふうなお話を何度かしたんですけどどのくらい落選してるかっていうのをちょっと自分でも確認するためにまとめてみたんですがこのような状況になってまして去年の11月のファーストワンマンション ですね、そこの落選から始まり「ハローマイベスティ」落選で「ザファーストファイナルの1日目これは唯一行くことができました本当に本当に感動しましたはいで「ザファーストファイナル2日目落選 j f l プレゼンツライブフォ v e f o r t h e n e x t これは BMSG メンバーが出演するライブでスカイハイさんノベル・コア君アイル・ザ・ショータさん b ファースト が出るライブだったんですけどこちらも落選で BMSG ショーケースアンダー1 5落選バイグッバイワンデーワンマンショー落選でこれは一度も言ってなかったんですが実はひそかにロックインジャパンフェスも申し込んで落選していましたでそれから BMSG フェスこちらも現時点では落選となっています BMSG フェスも多分まだこれからチケットの販売 あるんだろうなぁとはは思ってはいるんですけれどもあの先日の新章突入で相当注目度も上がってると思うのでそれに伴ってまた倍率がぐん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 上がっていってるんだろうなと思ってまた狭き門にななったような気がしていますで今回のこの BE:FIRST の全国ツアーについてもあの昨日の大騒ぎ事件というか。 ね当落発表が今日なのか明日のかなのかっていうのが本当にもうその時間になるまでわからないっていうような状況を見ているとやっぱり本当にたたくさんんの申し込みがあったんだろうないいうふうふに想像していますなので私実はこの4公演どれか一つはいけるでしょうって結構甘く見てたというか全部落選はないだろうなって勝手に思ってたんですけど。 どううなんでしょうね昨日の騒ぎでもう全く自信がなくなってしまって多分全部落ちてるんじゃないかっていうような今すごい弱気な気分でいます。でえっと昨日ですね一応当初の当落発表の時刻であった6月17日の15時にローソンチケットにアクセスしてみたんですけどもうすごいサイトが混み合っていて全然ログインできなかったんですね。なので今日も 多分その時間にはできないかもしれないっていう風うに思ってます。なので、ちょっとログインでき次第ですね。もう1回、あの動画を撮影しながら結果を見ていきたいなと思っています。よろしくお願いします。はい、3時過ぎまして、ローチケにログインをずっと試みていたんですけれども、やっぱりなかなか入れなかったですね。で入ったとしてもなんかすぐ途切れちゃったりして。 私が4件の結果を全部続けてみるっていうのが難しそうだったのでちょっと時間を置いていましたで今3時半ぐらいになりましたもう本当にこの1時間半見たくて見たくてしょうがなかったんですけどちょっと今から見ていきたいと思います多分あの順不動になると思いますのでえっとはい順番ではないと思うんですが1個ずつ開いていきたいと思いますはいえっと 緊張します <laughs> まず1つ目なんですが1月8日日曜日えっ、ー、と落選ですまあそうですよねこれは落選だと思ってましたはいまあまあまあって感じです。1月日日はもう全体のの最終日なので ここはね日曜日でもあるし最終日でもあるしここはちょっと厳しいでしょうっていうふうに思ってましたのではい、これはまあ納得の結果というかまあそうでしょうねっていう感じが自分でもしていますはい他の日程見ていきますね次ははいえっ、ー、と12月6日火曜日です12月6日火曜日 残念ながら、落選です。<laughs> ああ、そうですか。はい。えー、っと、はい。<laughs> 平日でもやっぱり落選なんですね。ちょっと悲しくなってきました。はい。次いきます。次は、1月7日土曜日です。1月7日土曜日。 はい、こちらも落選ですねはい、落選でした。わーあと1個しかなくなっちゃいました。えっ、ー、と、どうしましょう。あと1つは12月5日月曜日ですね。はい、12月5日月曜日いきます。おあ十12月5日月曜日はん当選はい、当選してます。 はい、当選しました。やったー。えー、っと、やっぱり S 席は取れなくて A 席のようですね。でも A 席でも何でもいいです。一つ当たりました。よかった。ああ、よかったです。12月5日月曜日に私は B ファーストに会えることが決まりました。嬉しい。皆さんどうでしたか私ちょっとこの、あの、待ってる間どうしようかと思って何をしてたか言っていいですか 待ってる間、あの冬明さんがビッグ・ザ・ファーストを作ってる動画を見てたんですよ <laughs>。なんか気を紛らわせようと思って <laughs>、あれ、すごい。私、好きなんですけど、皆さんどうでしょうか <laughs>？はい、あの、よかったです。あの皆さん、どうでしたか？あの、いろいろ引きこもごもというか。ね、希望が叶った方、叶わなかった方、いろいろといらっしゃるかと思いますけれども、はい。 えーっとまあ多分これで最後ではないと思いますしまた BMSG フェスとかねいろいろ他のもあると思いますので、まあ、今回のこの抽選結果でもし残念ながらっていう結果になってしまった方もまた次ねあのチャンスがあると思いますので是非私の願いとしてはこのチャンネルご覧いただいてる 皆さんで一緒に盛り上がれるツアーになればいいなと思ってます。特にあの今まで会場が遠くて行けなかったよっていう言われる方たくさんいらっしゃると思いますのでそういう方が BE:FIRST に会える機会になればいいなというふうに思ってますので、はい、あのぜひ皆さんもし嬉しい結果が出たよっていう方いらっしゃいましたらぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。はい、どうもごご視聴ありがとうございました。追っかけ情報局コでした。